井上義家、弘化2年11月3日、1845年12月1日、昭和4年、1929年3月22日は、日本の幕末から明治時代の武士、薩摩藩士、海軍軍人。薩摩国、現鹿児島県出身。階級は、元帥海軍大将。位階は、11位。勲等は大勲位。勝久は、高2級。爵位は子爵。薩摩藩士、井上七郎の長男。幼名は、時期8、同郷で6歳年下の井上義朝、海軍中将との血縁はない。名前がよく似ている、長州出身の井上薫とも関係がない。文久3年、1863年8月に勃発した薩英戦争で初陣を飾り、野津静雄、後に陸軍中将の指揮下で、沖小島砲台の警備に就いた。この戦いで、薩摩藩はすべての砲台を艦砲射撃で破壊され、9名の死傷者を出した。物的被害に比べて、格段に少ない人的被害の中に、井上も含まれ、弾丸の破片で、左もも貫通の重傷を負った。井上は、この怪我で恐れをなすどころか、イギリス海軍の破壊力と機動力に魅了され、陸軍から海軍に転向することを決意して、治癒に励んだ。完治と同時に、薩摩藩海軍に入隊し、船乗りとしての基礎訓練を受けた。慶応4年、1868年より、春日間の小頭を命じられ、戊辰戦争に参戦した。上官に、勝海舟門下生の伊藤祐之がおり、大いに影響された。新政府での井上の経歴は、伊藤の経歴と非常に似通っており、日清戦争の先行で、伊藤が突き放すまで、両者はほぼ同時に昇進している。明治3年、1870年に軍艦を政府の所有物と定めるまでは、新政府海軍の軍艦は各藩の所有物とされていたため、井上は新制度制定まで春日間に乗り続けた。したがって、春日間が戦列に加わった慶応4年1月の阿波沖海戦、明治2年、1869年3月の宮古湾海戦、4から5月の函館戦争にすべて参加している。新制度制定に合わせて、柳条乗組に代わり、中尉に任官。柳条で経験を重ね、副長に任命されるとともに少佐まで昇進した。明治5年、1872年、春日官長に就任。春日官長を2年間務める。この期間、郷土の名士であった、西郷隆盛の政官論に共鳴したが、新政府海軍の職分を重んじ、西郷に随行することなく、春日官長に止まった。任期中に、佐賀の乱、台湾出兵が連続して起きたが、春日は鎮圧部隊に召集されなかったため、井上も従軍していない。明治7年、1874年10月、官長として、運用に着任した。政府は、朝鮮王朝に外圧をかけるべく、翌8年、1875年5月に、運用と第二堤防を派遣した。政官論者である井上は、危機として、釜山に乗り込み、自衛砲撃訓練や、無断測量などの挑発を重ねて、朝鮮西岸へ進出した。同年9月15日、江華島砲台はついに、井上の挑発に屈して反撃し、運用が応戦して、砲台を陥落させた。いわゆる江華島事件である。砲台を陥落させた井上は、早速、運用を帰国させ、長崎より天松を河村住吉中将に報告した。10月、運用から建造中の清照に乗り換わり、3隻目の艦長となった。清照艦長時代は、中断を挟み4年弱もの長期にわたる。この間に、西南戦争が始まり、西郷に共鳴しつつも新政府海軍の中堅士官である井上は新政府軍を率いて故郷と戦う決意をした。西南戦争は陸軍主導の内戦であり、海軍のできることは海上輸送と沿岸砲撃支援ぐらいであった。井上が指揮する清照は主に宮崎方面で行動し、激戦に加わることはなかった。都城方面に薩摩軍が侵入し、延岡と鹿児島の連絡路が分断された際に、細島から鹿児島へ、海路緊急輸送を行ったのが目立つ行動である。9月24日、早朝、西郷が自決して7ヶ月の内乱は終わった。ようやく平穏を取り戻した。明治11年、1878年1月、井上は、清照と共に、ヨーロッパへ出航した。西南戦争が勃発したために実施できず先送り、されていた、清照のテスト航海を実施するためである。清照は、初めて、日本が製造した軍艦であり、井上は建造中から艦長に任じられ、装備や船体のチェックを担当していた。井上の指揮下、清照は3ヶ月で日洋艦を無事に往復し、国産艦でも十分な航行性能を持つことを実証した。明治12年、1879年に神苦を共にした清照を降り、東、浅間、扶桑の各艦長を歴任。扶桑艦長就任直前の明治15年、1882年6月に大佐へ昇進した。明治17年、1884年2月から10ヶ月間、初めての陸上勤務となる海軍省軍事部次長を務める。このあたりから、共に艦長職を歴任してきた伊藤祐之と井上の地位に変化が出始める。伊藤は、艦長からそのまま艦隊司令官へと戦場で、華々しく活躍を続け、井上は海軍省でのあらゆる実務を掌握して実行を命じる軍政官に変わった。両者は共に明治25年、1892年12月12日に中将へ昇進しているが、明治20年、1887年5月24日に男爵に叙せられた井上の方が政府の中では高く評価されていた。しかし伊藤は、連合艦隊司令長官として、日清戦争を勝利に導き、井上よりも高い子爵に叙せられた上、井上より3年早く大将に昇進している。軍政の中枢である、軍務局長、軍令の頂点である、参謀本部海軍部長を歴任した、井上の功績は、決して低くはないが、どうしても、伊藤の活躍が目立ち、井上の活躍は、地味に見えるようになった。6年にわたる少将時代の前半を、伊藤は常備小艦隊司令官、井上は軍務局長として過ごし、後半は互いのポストを交換した。中将時代、井上は佐世保、横須賀遼鎮守府司令長官を歴任し、日清戦争の決着がついた明治28年、1895年2月に西海艦隊司令長官に転じた。しかし実際に一戦交えることなく、秋に常備艦隊司令長官に横滑りし、西海、常備両艦隊を合わせて1年間、最後の海上勤務を謳歌して、呉鎮守府司令長官となった。これで、井上は、横須賀、呉、佐世保の3鎮守府すべての長官を務めたことになる。呉鎮守府長官も4年に及ぶ、長期政権であった。明治33年、1900年5月、最後の任務として、横須賀鎮守府司令長官に就いた。このポストも、日露戦争終結の明治38年、1905年12月まで5年半にも及ぶ長期政権である。井上は二度と外戦に出ることはなかったが、任期中に室蘭鎮守府の設置案が撤回された。代わりに、大港洋工部を設置するための事務処理に携わった。また日露戦争でも津軽海峡の防衛、監視を鎮守府、洋工部が担うため、頻発する通商破壊対策や、臨検作業に悩まされた。このポストを務めていた、明治34年、1901年12月、井上も大将へ上り詰めた。日露戦争とともに、井上は現場を去って、軍事参議官に降りた。幕末から日露戦争まで足跡を残した井上に、明治40年、1907年に、子爵、明治44年、1911年に元帥が叙せられた。元帥については、同時に叙せられた歴戦の将軍、奥安方陸軍大将の功績と比較され、奥大将のおまけで元帥になった、あるいは、寺内正武陸軍大将が井上を推したのは、将来、寺内自身が元帥になるために恩を売ったのだなどの誹謗中傷も受けている。井上自身は、この件について一切弁明していない。当時の中傷を受けて、現在でも井上の業績を過小評価する空気もある。井上の前後に元帥となった伊藤祐之や東郷平八郎の功績と井上の功績が異質なので、一概に何とも言えない。かといって、晩年の東郷のように、元帥の地位を振りかざし現役将校を翻弄することはなかった。せいぜい、シーメンス事件収集のために、山本権兵衛以下の幹部を追放した、八代六郎会所を厳しい懲罰人事を諌めた程度である。東亜情勢の導火線に着火した血気盛んな船乗りは、晩節を汚すことなく、昭和4年、1929年3月22日に、肝臓がんのため85歳で静かに生涯を終えた。没後21位、大勲位に叙せられ、遺骨は、郷里鹿児島の郡元墓地に葬られた。井上は、自らの子爵位を一代限りとすること、一代家族論を意志としていたが、息子、虎はそれを覆し、終爵手続きをした。しかし、両家の元帥等売却など問題を起こしたため、結局爵位返上に追い込まれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。